テレビアニメ三角窓の外側は夜、ウェブラジオ番組三角ラジオ向井の占い部屋。こんばんは。そして向井の占い部屋へようこそ。パーソナリティの向井啓太役、斉藤壮馬です。さて今回はですね、ゲストの方にたっぷりお話をお伺いしたいので、すぐにスタートしたいと思います。こちらはこの占い部屋にお客様をお迎えして、アニメ三角窓の外側は夜について語り合う、そんなウェブラジオでございます。今回はその第4夜、そろそろスタートのお時間ですが、さあ外側の夜から今宵のお客様が見えられたようです。こんばんは。戸惑いますよねこれ。この振り何が正解なんだろうっていう。はい、ありがとうございます。じっくりお話伺っていくのでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。テレビアニメ三角窓の外側は夜、ウェブラジオ番組三角ラジオ向井の占い部屋。この番組は三角窓プロジェクトの提供でお送りいたします。さあそれでは改めて今夜のお客様をお迎えしましょう。この方です。はい、どうも、帝光介役島崎信長です。ようこそおいでくださいました。よろしくお願いします。これは、はい、占いという一応設定になっておりまして、やってるって感じで入ってきたってことってことなんですよね。その向井くんの占い部屋に、うん、多分あの今まで の、 あのゲストさん3名出てくださったんですけど、うんうん、皆さん戸惑われてたので大丈夫です、すいません。いやもうこのこんばんはどうしたらいいんだろう、ね、名乗らずにまずこんばんは一言でね、そうそうそう、やっていくという。そう、台本見る限りこれ繋がってないです。一回ここで締めたぞ。そうなんですよ、ここで一回切られてるんで。そう、はい、ということでですね、信長さんをお迎えして、はい、あのいろいろお話伺っていこうと思うんですけれども、おい、まあね、あの本編の方が無事最終回を迎えまして、ね、ありがとうございました。ということなので、うん、今回の番組前半の話題はズバリテレビアニメ三角窓の外側は夜、最終回についてでございます、うん、今回の本当にたくさんあの感想であったりお便りいただいたみたいで、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。できるだけ多くの方のメールをご紹介したいので、時間の関係上一部抜粋してご紹介する場合がございます。あらかじめご了承ください、うん、ではでは早速読んでいきます。はい、こちら三角ネーム里根さんからいただきました。ありがとうございます。最終回を見ました。とてもとてもとても良かったです。帝くんと冷川さんが手を取る瞬間に私も涙が出てきて止まりませんでした。帝くんが泣きながら冷川さんに、このままここに沈んで何もかも終わりにしたいならと伝えようとしている場面は原作でも大好きなところだったのですが、アニメになって声がついて動くとさらにグッときてすごく良かったです。島崎さんの演技もとても素敵で最高でした。ありがとうございました。というもうあの熱烈なご感想を本当にたくさんいただいております。とりあえずもう一通ご紹介させていただきます、うん、タコ梅監督さんからいただきました。ありがとうございます。最終話とても良かったです。原作を読んだ時にここはアニメで絶対見たいと思っていたシーンが美しく表現されていて、帝くんの優しさとか強さでいっぱい包まれました。アニメオリジナルエピソードの焼肉シーンもこれ見なかったやつと大興奮でした。少し雰囲気が柔らかくなった冷川さんと向井くんのやりとりとニコニコしながら見守っていました。これからも彼らの日常が続いていくんだなと前向きになれる最終話でした。ということで他にもたくさん、いい感想、素敵な感想をいただいてるんですけれども、いや改めましてどうですか、最終話終わってみた感想としては。いやでもなんか嬉しいね、こういうメッセージを見るとなんかそういう風に思ってもらえたんだなって、はい、なんかやってる時はさ、あと三角もまあ、スケジュールがとても順調だったので、はい、結構収録したのとオンエアの間があるわけですよ、はい、そうですね。そうでね、それをすごく素晴らしく絵を仕上げてくださって音も仕上げてくださって、うん、いや自分で見ててもいいなとは思うけど、はい、でもやっぱりね、原作ファンの皆さんにも初見の皆さんにもね、うん、どんな風に伝わってるかなは、なんかここでこんな風に聞けてすごく良かったな。
僕としてはでもいいアニメになったんじゃないかなって。そうです ね感想でもさ言ってくださってるけど、この帝とやっぱ冷やかの物語、うん、こう過程がやっぱしっかりアニメで描けたとは思うんだよね。もちろんその尺の都合でさ、原作のいろんなものでできなかったこととか、うん、まあその分ドラマ CD なんかで ね今やらせてもらったりもしてて、それもありがたいんですけど、でもなんかしっかりこうアニメ用に今回の12話の中でどう表現するかっていうところで取捨選択したり順番入れ替えたりとかっていうのをしっかり仕事してくださってたから、はい、なんか一個2人の物語としてはきちっと線がつながったなっていうのがあって、うん、そうですね、いや本当にでも高梅監督さんも里根さんも言ってくださってますけど、うん、やっぱ僕も焼肉のシーンすごい、いいよね、いやこういうの欲しかったんだよなみたいな思ったし、で里根さんが言ってくださってるその帝がね、うん、泣きながら冷川に思いを語るというか、いいんだよっていうあそこは本当にグッときて、いやめちゃくちゃ素敵でした。本当あれ確か一緒に我々撮れてないですかね。ないと思う。確かそうですよね。僕多分、うん、別ロールだった気がするので。そうだね。どんな風にあそこいやあそこって本当に大事も大事なところじゃないですか。だからでもあそこからのやっぱり二人の掛け合いがもう素敵で、あと表情も本当絶妙で、まあね、だからやっぱりアニメでここを見られてよかったなっていうのは僕も思いました。いやあれもねスタッフさんのおかげで、はい、もう僕はですね、あれ最初の用意してもらってたカット尺だと入んなかったのよ、うん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 、でも、まあ、そういう時僕ね基本的にもう無理だもん一回無理だから、うん、気持ちのままに変に焦ってテストの時に変に入れようってするよりも一、はいはい、回もうこうだったんですけどどうでしょうで開き直って、うん、やりきってそう堂々とゆっくり語尾までゆっくりやるっていうのをよくやるのよ一、はい、回見てもらおうと思って、そしたらなんか皆さんがいやもうそのままおもう後でどとでもしますんで、はい、そうもう思うようにというか、うん、やってくださいっていう風に言ってもらって、いやありがたいよね。ありがたいですね、うん、もちろんさそれで当然だってさもうカット割りとかしてるわけだから、うん、作業のねなんだろう負担をかけちゃうからね、カット入れてくださいって言われたらもちろんそうやるけど、うんね、でもそのままって言われるとなんか余計にあやんなきゃってそうですね答えなきゃって。確かにやっぱりこの作品はかなりその細かい魔尺とかを、うんうんうん、その後で調整するから一番その会話としてこう気持ちのいいところでやってくださいっていうことをね、うん、結構最初から言ってくれていたので、そうね、なかなかね本当にまあ我々からしたらありがたいですし、もちろんねその実際に絵を描かれる皆さんからしたらすごくね大変な作業していただいたと思うんですけど、結果やっぱりそれでねすごく絵と芝居が噛み合った表現っていうのができるから嬉しいし、なんとなく自分的にはその信長さんがそういうアプローチをもともとされる方というのも知っていたんですけど、その今回もその率先してしっかりまず一回その感情の芝居で持っていってくれたからすごくそれでこう全体があこっちを大事にしていきたいなって思わせてくれたなっていうのはすごい感じました。ありがとうございます。そこはね一応なんかまあ古い考えでもあるんだけど、まあいわゆる座長とか真ん中とか、はい、レギュラーの人たちがこう、うんでまあ、今回に関してはね少ない人数のメインの物語だから、うんうんまあ、その中ではこう座長とか僕とか畑野さんに特になると思うんだけど、そこがやっぱりこうやってこうっていうのを提示した方がなんか現場も同じ方向をみんなで見やすいというか、確かに、うん、そんな感じはするし、まあでもあれだけどねそういう意味ではさっきの尺の話とかだと、はい、安西さんとかはね、うん、結構その嬉しかったんじゃないかなって勝手にその、うんうん尺も逆に安西さんはまあいやシーンがねああいう帝みたいにそういう号泣して泣いてとかっていうシーンだったら分かんないけど、こう普通に喋ったりする時のテンポ感がこう本当に普通にさらっと喋ると用意してる魔尺よりもさ短くなるじゃない、うんうん、どうしたってなっちゃいますよね。そうそうで安西さんどっちかっていうとやっぱそういう引き算しながらのこう感情を出していく芝居のを結構持って来られる方だから、うん、結構一緒に撮ってる時もねなんか早上がってる時とかあったのよやっぱり。そうでしたね。そうそう、それはなんか違うのよ皆さん、失敗してるとかじゃなくて、うん、一回その自分が
こう思ったものを表現するとそういうテンポ感、うん、会話感になりましたっていうのがあって、なんかそういうのもねかなりこう許容してもらえてたというか、なんか自分もその安西さんと結構昔から仲が良くて、うんうん、であでもその彼女のその芝居の素敵な部分ってそこじゃないですか。そう、ね、本当にナチュラルでリアリティがあるっていう、うん、でそれをねこうで、あ今すごいいい芝居してる安西さんっていうのをあの必ず OK にしてくれるっていうね。だからなんかチームの皆さんの懐の深さと結束力をね、改めて感じました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう一つご紹介させていただきます。三角ネームまみさんからいただきました。ありがとうございます。相馬くん、信長くん、こんばんは。こんばんは。最終回の帝くんと冷川さんのシーンでブレイカーズのイントロが流れ始めた時あ、三角窓見てて本当に良かったなと胸が熱くなりました。言葉ではうまく表現できませんが、感じることこそがこのアニメの醍醐味だったのかなと思います。お二人は最終回を振り返りどのシーンが一番好きですかという。このブレイカーですね。はい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 。いやいいよね。ちょっとでもなんか聞くところによるとあの歌われている畑野さんご本人もなんかはぁ流れてるってあのみんなで一緒にこう先行上映イベントみたいなので見たんですよ。はい、そうで畑野さんもはぁってここで流れてるって。で僕はほら歌ってる本人じゃないから分かんないけど、はい、気持ちを想像するとめっちゃそわそわするだろうなって。そうですよね。この めちゃくちゃいいとこで、いやもちろんねアーティストの畑野渡るとしてね、うん、歌われてるんだけど、でもやっぱ自分の歌で自分の声だから、うん、いいシーンで自分の歌流れると絶対ドキドキすると思うんだよ。はあそわそわって大丈夫かなって絶対なる気がして、まあその日も僕はすごい、はい、だからブレイカーズが本当に三角窓の世界観にね、うん、とてもこう寄り添って作られてるから、はい、もちろんあそこで流れても当然違和感がないし、ちゃんとこうマッチして、いい意味で盛り上げてくださってるって話をしたんだけど、はい、でもご本人は気が気じゃないよねきっとね。危うく心ブレイカーズになる。心ブレイカーズやばいやばいやばいんだよ。心ぶっ壊れたら畑野さんもやっぱり、いややっぱ冷川役をやる、やられるオーディションを勝ち抜いた方だけあってっていうのも変なんだけど、はい、やっぱねこうやばい方なんですよ。いやどう表現されるのかな信長さんかと思った。意外と直球を直球やばい方ですよ。いや確かに それ変だ ね、 そうですね、悪い意味じゃないんですよ。素敵にやばいというね。そうそう、いや普段本当にとってもねすごくいい方というか、はい、とてもよく周りを見てらっしゃって気を使ってくださってとてもいい方なんですけど、っていうかまあそれか相馬くんだってそうだけどさ、はい、やっぱこういう表現する業界で、うん、なんか生き抜けてる人たちってやっぱちょっとおかしいよ。そうですよ。もう何かしらやっぱ逸脱しているものがね、そうそうそう、とかあるいは欠落しているものがあるんですよ。やっぱめっちゃ普通に見えてもやっぱおかしいんだよ。そうだと思いますよ、うん、いや本当にもう信長さんもそうだし、やっぱもうなみんなおかしいもんな。そうですよね。だからなんかあの以前も信長さんとなんだっけな、うん、何かでそのお話させていただきましたけど、うんうん、なんか我々ってそのなんていうかそれがもう我々にとってある種普通にねそうそうそうなっちゃってるんですけど、多分その芝居ってまた結構特殊な作業だったりするじゃないですか。 そのやんない人は絶対ね、うんうんうん、日々の中でやることはないだろうし、ただ僕らはその縁あってこれを成り合いにしてるわけで、うん、もうそれが普通だと思ってるけど、やっぱり旗から見るとどこか異常な部分というかねあるんでしょうし。変だよ。なんかあのなんだっけ、昔その声優って瞬間沸騰機みたいだよねって言ってる先輩がいて、なんかなるほどなって、急にさもう情緒がさ多分どうなってんだ。あの実写のさ役者さんだったりが、はい、こう声優で声の仕事で一緒したりとか、はい、結構一緒に話したりするとやっぱなんか最初その声優の切り替えとか対応の速さにびっくりするって。はいはいはい、うん、やっぱこう声優って普通にさ大号泣して、うん、うわーんってなって、でその後なんか1週間後ってテロップが入って、あるあるあるさ実時間でさ号泣したさ5秒後10秒後にさその泣いてすっきりしてちょっと成長した1週間後のさ自分でさうっくーってやってさおはよう普通にさ本当っすよね。あれやっぱこう
そこは特殊なまた部分というか、そうそう、それぞれのね、もちろんそれぞれの作品とか、あのそれこそ実写だったり舞台だったり、うん、映像だったり舞台だったり声だったりって、それぞれの難しさはあるんだけど、はい、そう、映像の人やっぱそこすごくびっくりする。確かにそうかもしれないですね、うん、って、うん、そこをやっぱちゃんと気持ち作る時間とか、うん、そうそう、いろいろ整理したりとか落ち着く時間とかが当然あるはずなんだけど、はい、声優はもう、そうですよね、本当に情緒がぶっ壊れてるんじゃないかぐらい。だって気持ちアニメだったらね、気持ち作ろうとしてちょっと一回ふってなってたら、もうそのシーン終わってますから、ね、そうそう、終わってるから、どんどん収録のタイムが進んでいるから。そうそう、確かにそれは面白いですね。いや、あれはだから、なん、俺ら慣れて普通にやるようになってるじゃん、まあまあまあ、はい、でそれこそさ、インタビューとかでもさ、1日になんかそんな3役とか4役とか5役とかやれることあるんですかみたいな、あ、まああったりしますねなんて言って、はいはい、それで大丈夫なんですかって言われても、もう慣れちゃってるからさ、まあ、まあそうですね、仕事だしあるよなって、うん、いやもちろん大変ではあるけど、まあ仕事だしなって感じあるけど、はい、やっぱ異常なんだと思うまあそれをね、やっぱお仕事としてやらせていただいてる以上できないっていうね、そう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 、逃げ道はないわけだし、うん、あとやっぱその多分我々はそうだと思いますけど、それが楽しいっていう人がね、集まっている感じはしますよね。ね、いやだからこそ、さっきも言いましたけど、やっぱその帝がその子供冷川に言ってあげるとこがほんとグッときて、うん、やっぱあれはほんと、いやあれはだからそのこう尺に叩き込むことも技術としては可能なんですけど、うんうん、やっぱり僕が視聴者としてこう冷川に寄り添って見ていたから、いや帝もっとたっぷりじっくり俺を包み込んでくれみたいな感じだったので、なんか嬉しかったですね、なんか、いやよかった。いやもう本当に総合芸術だよね、アニメって。本当にそうですね。そうなんですよ皆さん、尺一つとっても、うん、ね、この言い回しがとかってね、皆さん僕らに言ってくれるかもしれないけど、その言い回しができるような尺にね、してもらえるかどうかとか、はい、そこを捻出してもらえるかとか、逆に言うと思ったより口パクが早く作られてたけど、うん、それに乗せてみたら、あ、よかったとかもあるじゃん。ありますよね。あ、絶対その方がいいわみたいな、気づかされることもいっぱい。そうですね、だからその自分一人の知識とか想像力だけじゃなくて、うんうん、そうなのよ、そのチームの想像力が掛け算で合わさっていって、思いもよらない面白いものがどんどん生まれていくのがね、やっぱ醍醐味だし、ある意味なんか三角窓もそういうなんか想像するとか、そうだね、うん、気づくみたいなことが大事な作品だったのかなとは改めて思いますね。結構だからみんなとあの会話する相手で結構帝って割と分かりやすく変わる人だから、うんうんうん、はい、なんかその辺も彼の個性が出てるよね。確かに、その個性、変な話なんだけど、これが自分ですじゃないところが個性というか、確かに確かに、うん、割と相手の雰囲気とか受け取って、だから分かりやすいのはそれこそあの日浦恵梨香とか、はいはい、だから安西さんと、うん、が演じる日浦恵梨香と差し、ほぼ差しみたいな感じでがっつり話してる時の、うんうん、なんか会話の感じとかが、うん、かなりそのなんだろう、いわゆるさっき話したこう安西さんらしい、うん、ちょっとこうより生々しいというか、うんうん、引き算してる感じのものに自然と帝もちょっと寄ってったりとか、うんうんうん、そうそうそう、なんかそういうのはなんか帝らしいし、これをでもアニメでやらせてもらえる現場って幸せだなと思って、うん、ですね、うん、ありがとうございます。ということで皆様たくさんの感想メッセージをありがとうございました。番組後半ではですね、さらに今ちょっとあの帝くんについてお話しいただいたんですけれども信長さん演じる帝くんについて、そして、まあ作品全体といいますか、まあ、最終話というよりは全体原作も含めて、うん、とうとうについて信長さんに伺っていこうと思いますので、お楽しみに。テレビアニメ三角窓の外側は夜、ウェブラジオ番組三角ラジオ、向井の占い部屋。ではここで三角窓プロジェクトからのお知らせです。現在 FOD にて独占配信中、その他各種配信サイトでもご覧いただけますので、見逃してしまった方、もう一度見たい方、ぜひチェックしてみてください。
はい、続いてブルーレイ &DVD 情報です。テレビアニメ三角窓の外側は夜、ブルーレイ &DVD 第1巻、ドラマ CD 第1巻が絶賛発売中。第2巻はどちらも1月28日発売予定となります。ドラマ CD ではね、アニメで描かれなかった原作エピソード楽しめちゃいますよ。はい、特設サイトでは視聴もできますので、ぜひ覗いてみてください。そして僕たちも登壇します、うん、はい、ブルーレイ &DVD 発売記念イベントが4月2日に開催いたします。はい、チケットの一般発売が1月28日18時よりスタートとなります。詳細は公式サイトご覧ください。続いてコミックス情報です。山下智子先生原作コミックス三角窓の外側は夜、全10巻がリブレより好評発売中です。さらに後日談漫画を収録した最新コミックス三角窓の外側は夜その後が発売中となっております。うん、続いて音楽情報です。フレデリックさんが歌うオープニングテーマ「サイカ」が好評配信中。また畑野渡さんによるエンディングテーマ「ブレーカーズ」も絶賛発売中です。ブレーカーズはエヴァン・コールさん作曲による作品の世界観に寄り添った一曲でございます。はい、さっきもねちょっとお話しましたね。はい素敵な ね楽曲ですから。はい、MV も必見でございます、うん、畑野さんがね、もうその子役の子が可愛くて可愛くて仕方がなかったっていうはい、MV も必見でございますはい、ありがとうございます。以上、三角窓プロジェクトからのお知らせでした。ではここで一曲お届けしましょう。テレビアニメ三角窓の外側は夜、エンディングテーマ畑野渡さんでブレイカーズ。さて、今回の番組後半の話題は、信長さん演じる帝光介くんについて、さらに三角窓の外側は夜全体についてでございます、うん、ということで、お便り読んでいきたいと思います。こちら三角ネームトライアングルさんからいただきました。ありがとうございます、斉藤さん、島崎さん、こんばんは。こんばんは。アニメが終わってしまいとても寂しいです、うん、島崎さんの演技で印象に残っているのは冷川さんが帝くんに乗り移っているシーンです。通常時の帝くんとは違った雰囲気があり、とても魅了されましたということで。これね乗り移り問題ね。まあ、さっきもね前半でも話されてましたけど、やっぱり話す人によって雰囲気が変わっていくっていう、うん、その帝くんの人を感じる力みたいな良さがやっぱ信長さんの芝居でもすごい表現されていたなと思いつつ、もうこれはね冷川さんは完全に乗り移ってますから。そうなのよ僕ねあんまりモノマネってしたことなくて、はいはいはい、ほんとできないのよ、うん、モノマネをしようと人生で思ったことがほぼないから、はいはい、なんかいやなんかこの人のこのエッセンスいいなとか、うん、こういう例えばお芝居いいなとかと思って取り入れたりはするんだけど、はい、その自分用に取り入れるからその、うん、その寄せようとしないじゃない、はいはい、そうそう、真似ってあんましたことないから。でもうこれさ中に入ってて、はい、だから
声帯は帝だから、うん、声真似する必要がないっていうのはあるんだけど、ね、逆に中身が変わるから、うん、逆にねこれがたまにさモノマネするシーンとかあるじゃん、はいはいはい、そのキャラクターが他のキャラクターの真似をするって、うんうん、でもそれってさ上手い必要ないと俺は思ってんだよね。まあまあそうですね、そう上手いって設定の役だったらあれなんだけど、なんだろう逆に声まで変えてすごいなんかガチモノマネとかすると作品によっては変じゃん。まあ確かに、うん、君なんかのプロなのみたいな、その、うんうん、そうそうそう普通の高校生とかがねそうそうそうモノマネしてたら急に上手すぎたら変ですからね。そうそうそうとかもあってなんかその塩梅って難しいなと思うんだけど、あくまで彼がモノマネをする、俺がモノマネを、島崎信長が本気でモノマネをするんじゃなくて、その役を演じてる人物がモノマネっぽいことをやった時にどういう風にやるんだろうなっていうアプローチに、ある意味逃げられるっていうのもあるんだよね、下手でもいいっていう、うんうん、でもこれはね魂がさ中に入ってるから、こう言い回しとか話し方はもう似てなきゃいけないんだよね。そうですよね、だからそのまあ車が変わったけど、うん、運転手は冷川のままだからみたいな。でねまだ冷川は、はい、こうなんだろう、まだなんか冷川ってさこうちょっと分かりやすさもあるじゃない。まあまあそうですね、エッセンスとして本当のとこでは本当に畑野さんががっつり取り組んだ冷川を追おうとするのはめちゃくちゃ複雑なんだけど、まず聞こえとしてこう冷川っぽさっていうのは分かりやすいんですよ、うん、はいはいはい。でもいや先生がね平田博明さん演じる先生が中入った時の収録は本当に緊張した、はい、俺久々にすごい練習したもん。いやでもそうなりますよね、うん、あんま練習しすぎると固まっちゃうから俺嫌なんだけど、めっちゃどうしようって。そうですよね、まあ、逆にでもそこに関してはある程度逆にしっかり固めておかないと、うんうん、その場で即座に対応ってわけにも、ね、そうそうそういかないですもんね、うん、いやあれはだからなんかすごく、でもそれもねやればやるほどこうなんだろう、なんかなんだろうね、理解が深まるような遠ざかっていくようなよくわかんない状態になって、でもなんか僕の中でなんか平田さんってとても意識をしている役者さんで、はい、そうなんか僕がねとある作品で、はい、まあ最終的に僕はクローンだったっていう話だったんですよ、うん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 、そのクローン元のだからただ年は取ってる、はいはい、役が平田さんで、あ、うん、でなんかそれはもう完全に全員指名キャスティングだったんですよ、はいはい、そうで、あだからなどこか僕がこう良い形で成長してった時に、うん、平田さんに近づくエッセンスなんてあったりするのかな、あったらいいなーなんて思ったりとかしてたり、あとまあ普段お会いしたりしててもなんかすごく尊敬する役者さんだから、うん、余計になんか嫌だったのよやっぱね中途半端だけは避けたいですよね。そう絶対で誇張するようなものもしたくなかったのよ。確かに確かに中に入ってきてるだけだから、うん、だから言い回し、うん、っていうのをすごく分析研究はしたけど分かんないんだよ。そんなそれはそうで、そういうもんですよね、うんうん、って思ったけど なんとかやりました僕としてもとても思い出深いんですけど、でもこういうふうに言っていただけるなら、よかったと言っていただけるなら本当にほっとします。ありがとうございます。いやもう本当にやっぱりこの作品はキャストというかキャラクターの数自体はそこまで多くない中、うん、やっぱりもうそうそうたる皆様が、ね、濃いよね。いいメンバーでやらせてもらえて嬉しいよね。信長さん毎週めっちゃウキウキしてましたもんね。楽しい楽しいこここういう風にやられるんだすげーみたいな楽しいのよ本当に。やっぱ我々もそのすごく、まあ、自分の全力は尽くすのは当然ですけど、うん、やっぱりこう特に、まあ、コロナ的な状況になってその先輩の技を見て学ぶとか、うん、その自分なりに盗ませていただくっていう機会がなかなか ね取れなかったりする中、本当に貴重な収録でしたよね。もうお母さんとか掛け合ってて本当好きですよ俺本田さんも親子役死ぬほど多いの、うん、おっしゃってましたね。そういえば会うたびに親子で初めてご一緒した作品も親子だし、はい、そうそう。でしかもなんかこう例えばアニメだとさ、はい、
親ってさ、うんうん、本当にちょっとしか出てこないとかあるじゃない。まあ確かにね、そういうものも。本田さんとやる親子って、まあだから本田さんキャスティングなんだと思うんだけど、がっつり母親が出てくる親子なのよ。はい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 。すげえ出てきて、すげえ掛け親子で、今回の三角もさ、やっぱお母さんよく出てくる、幼少期でちゃんと出てくるし、ね、結構話すしさ、うん、っていうのがあって、なんか俺ちょっと誇りに思ってるもん。なんか、はあ、本田孝子さんとどこか噛み合わせがいいのかなって、なんか嬉しいなって、頑張ろうって。やっぱね、その芝居とか声の相性がいいっていうこともあれば、そうそうそう、まあ本当だからもう運命的な巡り合わせというか、そうそうそう、かもしれないですよね。わ、感じる、はい、初めてご一緒したのはもう間違いなく俺の声質がどうとか芝居感がどうではないから、うんうん、その後のはもしかしたらそういうのも加味されてるかもしれないけど、1回目はそうそう、1回目はまだ俺だって主役とかもやる前だもん、外野だし、しかも、そうなんですね、ガイガの親子役で、そう、しかも俺ガイガ初めてちゃんとしたレギュラーみたいな、でも結構がっつりちゃんと出てくる役みたいな話で、はいはいはい、いやもう、そんなね、運命を感じてる野村長さんにぴったりのお便りいただいてますから、マジでご紹介したいと思います。三角ネームおもちもちもちさんからいただきました。ありがとうございます。相馬さん、島崎さん、こんばんは。こんばんは。島崎さんは、まさに運命を感じた瞬間について、うん、新たに役が決まったけれど、実はその前に落ちたオーディションに受かっていたらスケジュールが取れなくてその役を受けることができなかったとインタビューでお話しされていたことが印象に強く残ってしまいます。少しでも運命が違っていたら、この婦人での作品じゃなかったのかと思うと、やっぱり運命ってあるのだと思います、うん、でも本当結局なんか我々の仕事というか、もう日々生きていることって、まあ、人との縁とかつながりじゃないですか、うん、結局、ね、だからそれは本当、まあね、日高さんは最初三角くんをいきなり、ね、契約で縛ってリードつけてましたけども、運命だという名の首輪を犬見てリードついてんじゃんえっていうね、いやでしたけどね。でもそのつながりっていうのを、うん、なんかその何かを縛るだけじゃなくてね、最終話だから僕そこがすごい好きで、うん、三角がね、こう契約書ビリビリビリって破いて風に舞って、うんうん、半沢さんにポイ捨てすんなって怒られてで日高川もふって笑うっていう、でもなんかやっぱ出会いとか縁ってそういうことなのかなっていう、だよね。いやだから本当なんか改めてこの座組でやれて、本当はね、世が世だったら、まあね、毎週みんなで ね全員で撮りたかったですけど、うん、いやでも本当にでもこのありますよね、おもちもちもちさんがおっしゃってるような、うん、本当に一つ何かタイミングが違っていたら全然別の人生だったかもしれないみたいな。俺だって、はい、三角も、はい、いろいろ運命的だなというか、はいはいはい、三角のオーディションって、はい、一番最初の緊急事態宣言が出る前後だったのよ、はい、あ確かにそんぐらいでしたね。でだからスタジオで、オーディション受けられた人って、はい、多分ほとんど少ないのよ、うんうん、俺受けられたのよ。あーそうだったんですね。相馬くんって僕は、僕もスタジオ行きましたね。行けた人けました。だからあれ半分かんないけど、それこそ初日とか多分そのスタジオオーディション初日以外の人は多分受けられてないとかあんのよ。なるほど。そうそうそう、またねこう結構その良し悪しというよりは、うん、やっぱりでもその場でこうスタジオで、うんうん、そのね芝居をするのとテープでこう収録物をお届けするのって、ね、またちょっとどちらにもね、違う違う、どちらの良さがありますけど、いやそっか、あそれでも言われるまで気づかなかったけど、そうですね、そのはずだから俺とかもしかしたらスタジオ行けてなかったらダメだったかもって思うもん。はー、結構やっぱ聞いてもらって、このバランスでっていうのとか、あと変化とか、うん、うん、対応力みたいなものとかも見てるじゃないオーディションって、はい、そうそう、それもあるし、あとこのまさに、はい、実はその前に落ちたオーディションがスケジュールがとかあったんだけど、はい、俺ねちょっととある別作品のハマりによっては、はい、三角できなかったのよ。そう、そうだったんすか。それもあった。まあ、なかなかね、そのやっぱりスケジュールって同時刻には一つのことしかできませんから、ね、そうそうそう、やっぱ先に決まったものがね優先されたりするんですけど、ね、じゃあもう本当にいろんな巡り合わせで、うん、今こうやってラジオ第4夜を
迎えているということですね。あるよ、ここで2人のスケジュールが今日あったのもそうだし、そうですよね、まさにすごくあのねスタッフの皆さんも本当にあってよかったです、ね、そうって言ってたから合わせるの大変だったんだろうまあでも本当捨てる神あれば拾う神ありじゃないけど、うん、なんか皆さんも本当そうですよ、うん、何かし例えば失敗したとかもそうだし、うんうんうん、それこそなんか受験とかなんか面接とかに落ちたとかもそうだし、何かそういうその瞬間マイナスかなと思ったことが意外とプラスになることもあるんですって。本当そうだと思います、うん、ねえ、相馬くんなんてさ、はい、そういうことさ、あの山下先生のことさ、ことそうなんですよ、こと好きって言ってちょっと作品は違うなと思ったけど、そうそう、もともと大好きで、ね、はい、だからなんかこれもさ、なんかなんだろう、ちょっと運命感じちゃうよね。あ、来たって、好きで読んでたやつだって思うとさ、毎回ちょっとときめいちゃうね、はい、ときめいちゃいますよねただこれやっぱりそれもまたこう巡り合わせですけど、うん、意外とこう好きだからといって、うん、すぐにご縁がつながるわけじゃ なかったりするじゃないですか、うん、だから僕はあのオーディション受けるとき、もうあの向井に受かっているっていう気持ちで臨みました、自分が。おうおうおう、もう俺は受かってるからっていうそれいいよ、絶対俺しかいないっていう、ちょっと貪欲に。でもその結果本当、まあ、そういう形もあるじゃないですか、うんうん、運命をこう自分でそうだ、ね、こう意志の力で掴んでいくっていうこともできるかもしれないし、だからやっぱそこはね、もちろん謙虚さとかあの人にこう真摯に接するとかって大事だと思いますけど、なんかでも、やっぱり本当にいろんな巡り合わせでね、うんうん、今日もラジオができているし、で三角もやっぱりそういうことがテーマに一つあるのかなっていう、 だからロジックで全部が決まっているというよりは、その偶然とか巡り合わせで人は変われるし、うん、で日々は続いていくんだよみたいな。いやー、すごい、このすっごい綺麗なすごい、もうまるでこれもこうなる運命だったかのような。そうだね、今運命的にしまったねはい、ということで以上ですね、今回の番組後半は信長さんが演じていらっしゃいます帝光介くんについて、そして、三角窓の外側は夜全体について、さらに運命について信長さんにお話をお伺いしました、皆様今までたくさんの投稿本当にありがとうございました。テレビアニメ三角窓の外側は夜、ウェブラジオ番組三角ラジオ、向井の占い部屋。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、今夜は島崎信長さんをゲストにお迎えしてお届けしてきましたが、信長さん、改めていかがでしたでしょうか。いやね、ゲストっていう立場に甘えて、はい、もうめちゃくちゃ気持ちよく話させてもらったんだけど、はい、全然相馬くんに振ってなかった。いやいやいや僕はでもあの逆に4回分あの皆さんとの対話の中で喋らせていただいたので、そこだけがねちょっとねいやいやいや、あーって思いながら、でも僕もなんかいろいろ出てくんな話がみたいになっちゃった。やっぱでもあの占い師は自分のことは多くは語りませんから。あ、確かに。やっぱりその来ていただいた方に喋っていただくというのがもう一番ね大事だし、やっぱでも正直僕は、うん、あのもっとちょっとがっつり時間取って語りたかったなっていうぐらい、それはいろんなお話聞けたので、いや楽しかったです。なんかこちらがすごい楽しかったです、むしろ。ならよかった。もうこういうことばっかりね考えて生きてるからね、もっと話したくなった。いや俺この話してて、あ、途中さほら三角だけじゃない全体の業界全体としての話とかも結構してたじゃない、なんかこういう話すごい時間切れずめっちゃ話してーなーとか思ったもん思いました、僕も思いました。いや本当にだから多分そういう熱さを秘めた信長さんが三角引っ張ってくれてたなって改めて思ったし、だからもう一回ね、本当情勢が許したらその何年か後になるかもだけど、そうだね、ちょっとみんなで三角チームで焼肉行こう、行きましょう。焼肉だよこれは。これ本当行きたいいやちょっとまたその時はよろしくお願いします。俺使えてないジョジョ券の無料券が。マジっすか、すごいよ俺ジョジョ円長者だよ今すごいね、あの1000円、1枚1000円の紙でなんかもらってんのよ、はいはい、でなんかさいろんなさビンゴだったりとかさ、あとこう打ち上げパーティーとかさ、そういうところでさ、はいはい、ジョジョ円券ってもらえたりするじゃん。たまにいただいたりしますね。俺10万円分ぐらい、ジョジョ円券たまってんのよいやどういう状態なんですかそれ。いやビンゴで当てたやつとか、すごいじゃん。あとなんかその参加者全員その打ち上げパーティーに出た人全員にジョジョ円券1万円とか、なんかそういうなんか作品があったりして、
それがなんか溜まってった結果今うちにね、だからなんか厚さとしては100万円ってこんな感じだなって感じで、あの札束で仰げるのよ。すごい。じゃあもうやっぱ我々は本当焼肉に行く運命だったんだっていうことですね。あるよ俺叙々苑券。いやちょっとすげえあるよ。企画しましょうそれは。もうじゃあ野村屋さんに企画してもろてよろしくお願いします。失礼します。いやちょっとねまた先々への展望が見えたんですけれども、うん、改めて今回来てくださいましてありがとうございまし た。では三角ラジオはここまでです。お相手は向井啓太役斉藤壮馬と三門康介役島崎信長でした。それではまたいつかお会いしましょう。おやすみなさい。さようなら。テレビアニメ三角窓の外側は夜、ウェブラジオ番組三角ラジオ向井の占い部屋、この番組は三角窓プロジェクトの提供でお送りいたしました。